はいどうもこんにちは、ひかるです。今回ですけども人生2度目のホスト生活がいよいよ始まります。本当はねホスト1週間やろうかと思ってたんですけど、僕体調がちょっと良くなくて喉の調子悪かったんで3日間は削って今日から合わせて4日間ホストさせてもらおうかなと思います。後半の27、28、まあ、28の日がかかった時僕バースデーなんで、そこの2日間は予約制でかなり高めの料金ですね。確か30万からぐらいですね。で今日と明日に関しては指名料5万ぐらいでやらせてもらおうかなと思ってます。でもう当日告知なんで、もうどんな人が来るのか本当わかんないっていう状況で今日と明日はやります。お店側からはもう正直その10万ぐらいで行ってくれって言われてたんですよ、指名料。僕本当はもっと下げたかったんですよ。安いところからやりたいなっていう気持ちがあったんですけど、でもさすがにちょっと混雑が予想されると、どんだけ下で見て もう5万からにしてくださいって言われたんで、とりあえず指名料5万から今日はやっていこうと思います。でも本当に人が全然来ないっていう可能性もあるんでね、そこはちょっとわかんないです。でラスト2日間がド派手に行くんで、そっちの方で衣装とかもねちょっと気合の入ったやつやらせてもらって、まあ高いんでそっちの方が。で今回はラフに、ね、このジャケット姿で接客させてもらおうかなと。正直今回は1日じゃなくて4日間あるんでめっちゃワクワクしてるんですよ。4日連続やれんのかっていう、もう自分の欲求満たすための企画ですからこれまあ YouTube 的にも結構ね求められてるというか面白いって言われるんで、そういう意味でもいいんですけど、僕の承認欲求を満たすという意味でも最強ですね。ファンの人から向いてる職業でホストってめっちゃ言われるんですよ。詐欺師とあと教祖ね、そのうちの一つをやれるわけなんでね、まあ、もちろんね本当のリアルのホストとは違うと思うんですよ。たった4日しかやらないんでちょっとイベント系にはなっちゃうんですけど、でもそれでも知らない人だったりとか、まあ、ファンの人も来ると思うんですけど、一対一で喋れるっていう、これがやっぱなかなかない機会なんで、それが楽しみですね。だって冷静に考えてさ貢いでもらうわけやで、気持ちよくないいやほんま冷静に考えてよ、ありがたい、ほんまに。いやそうやねん。だってさ楽しくお酒飲んだりとかしてワイワイして楽しいことしながらお金いただくわけやんか、うん、トライによってはもちろんそれは過酷なこととかしんどいこともいっぱいあるけど、裏側ではでも表向きはそうなわけやん。でしかも俺なんて4日しかないわけやん。過酷なこと知る間もなく楽しんで終わりやで、幸せしかないぞこれ。楽しみだな、ワクワクする、ほんま一週間やりたかったんやな、それがほんと心残りですけど、この4日間で、ね、来てくださる方と一緒に最高の時間を過ごせるように頑張りたいなと。ちなみにその初日の目標とかってある？売上的なやつ？ホスト生活ってことはやっぱ、うん、その売上っていうの結果が大事っていうか、お前が言うなよお前ごときがいやいや一応やっぱそこは視聴者も気になっとんとかやと思う。お前がやった売上2万とかやギリギリ2万上がったぞギリギリ個人的には売り上げはまあもちろん大事なんかもしれないけど、結果だから、まあでもそこよりもどんな時間を過ごせたかが一番大事かなっていう、来てくれた人が楽しんで、うん、でなおかつ俺も楽しいみたいな、そこに勝るものないかなっていう、それは100万200万以上の価値があるかなっていう、そこに。だからそれを4日間やりたいなっていうふうに思いますね。よし、じゃあ新宿歌舞伎町夜の街行きましょうか。ヤオンなろうか4日間。では時間になりました。19時半過ぎたんで、こっからお客さんが入ってきて光を指名してからがスタートみたいなんで、どれぐらいの人がまず来るのかもうそれをちょっと待ちたいなと思います。でこう場所はあの新宿のハーレムっていう、前回1年前やったところと同じ場所でやらせてもらいます。もうここ来なかったらもう30分ずっと待つだけですからね来ないっていうことはね、まあ考えられにくい。いやでも分からんけど、ほんまにそれもこうマジで冷静に、だって高いもんホストって。確かに。だって YouTube のファン層と別やと思うんだよ、足運ぶ人って、うん、だからどんな YouTuber がやっても多分そんな人って来おへんと思うよ。記念すべき一組は一体どんな人なのかね。お疲れです。おはようございます。ごめん様。了解です。行きますか。お願いします。ありがとうございます。いつもね来てくれるファン層です。いやもうずっと来とるよ、マジで。でもチェキでも多分ほぼ来てないやつないぐらい。まだ大丈夫かな。まあ大丈夫じゃない。でもちょっと闇上がりから分からんやろ。そうだよね。一組目に記念すべき。早く来たのよ。そっちからやるかやんないかなんかよく分かんなかったから、めっちゃ迷ってる。このギリだけ来るってこと？あ、来る。何日？出ないかな。ラストも来るらしい。へぇ。ちなみに俺のことを押す前は誰かが押しとった。押してない。何がきっかけなの？めっちゃよく闇やん。いやでもマジでなんかよく分からんんだけど、やめてよもう無駄によくやめるイメージ。でもあんま出さないって、うん、なんか俺に聞いときたかったのない。こんなだってゆっくり喋ることはまずない。いやほんとそうなの。いやすごい焦ってるって言われると、いやなんかすごいみんなに聞かれてるかもしれないけど、私すごいやめたね。そういう時はどうしていいんですか。やんだ時どうすればいいか。そうそうそう、俺のことを思い出すべきじゃない。その時は思い出したら余計やむんだけど、どうする。そういう時はとりあえず C 社吸おう、リザードエアを吸おう。一旦吸って忘れよ。俺もリアルに人生でやんだことないからほんまに分からへん。これ炎上しても別に全然ムカつくとかあるよ。でもやむっていう感情がほんまにないから俺分からへん。ほんまにお疲れ様でした。あ、じゃあまたちょっと、あ、写真って撮れないの。撮れる、写真撮れる。あ、
うわ、ありがとうございます。どうもカリスマです。この子もめちゃくちゃ昔からおる。本名もフルネームで分かる。千鶴ね、千鶴、千羽鶴ね。いやもう今何歳？ 23。 もうだって10代ぐらいの頃から高校生ぐらいの時からもう押してくれてて、一回なんか降りたことあったぐらい、なんか歴史あった気がする。なんか一回なんか、なんか降りますみたいな宣言されて。何してる？降りていったやろ。降りていって一瞬降りようと思ったんですけど、やっぱ顔面が立ちすぎて立ちすぎて。お疲れ様でした。ちょっと無理来てしまったようだ。顔ちっちゃい、やべえ、どうしよう。一人で来た。一人で来ました。いやだって一人の方が気やすくないですか。ああまあ逆にな。でも一人は来にくいって人もいるやん。でもなんか3年くらいホスト通ってるんで。あ、そうなんや。そう、普通のホスト。これっていうかこれ送ってきた俺に。あ、で前コメントくれた。これ見たぞ。嬉しい。覚えてるの、すごい。信じらんない。でも確かにこの距離感でこんな喋ることはまあないから。ないないないですけど。もう絶対このホストイベントしかないから。はい、来たいと思って明日も来よう。明日も毎日毎日。まあ担当やろ俺が。これからは。本当だね。サブね。ホストの店舗が一緒やったら帰れへんから。ルールあるやん。そうそうそう。別店舗で関係ない。じゃないから関係ない。確かに。乗り換えれるいつでも。むしろこっちの方が使いやすい。ありがとうございました。あ、ママと来た。ママとチェキも行って。ママ見たことあるもん。そうです、チェキもらってます。え、すごい、ありがとうございます。一緒にやってチェキで、ポケモンカード。ポケモンカード開封。しかもバイオレット、ミモザ出るやつや、ミモザ開封するじゃん。やった。OK、じゃあ近く目行きます。やばい。説明してお願いします。ありがとう。休み悪かった。全然はい、では練習みんなバラつけないこれもらうと取った。あ、取れる。あ、なるほどね。お母さん知らなかった。知らん。なんか流行っとんかな。アクセサリー、アクセサリーみたいなのあれだったからバラ流行っとんかな。何これ。あー、夜だ。あのね、売れとる。売れてそうやな、そこそこ普通に。トラの家を狩る狐みたいな。俺の後ろの時はまさに異常に強気に攻撃力めっちゃ上がるからすごいから、ね、ポジティブになれるみたいな。なるほどね。なんか最近の仕事にすごい仕事持ちが高い。結果出ます。結果出る。ナンバーワン。おー、すげえ。土日撮れなかったんですよ。めっちゃ嬉しい。写真撮るとりあえず一旦忘れるし。はいはいはい。いや、超いい。よかに、よかに。どこの方言だろ。鹿児島。鹿児島ね。よかに、ゆいだよ、これ。めっちゃいいよ。めちゃくちゃなまっとる な。どこだよと思ったけど、鹿児島そんななまっとんよ。なまってる、なまってる。東京ってどれぐらいなの。2年半。それ全然抜けへんわ。だってほら、コロナでさ、誰にも会わないよね。なるほどね。喋り方が朝ドラ出てくる人みたいな。なんか感じやからさ。見た目と合ってないよな。見た目めっちゃ東京っぽい。そんな感じに。全然田舎。超田舎やね。田舎と言ったら変わらないですかね。ですがね。めっちゃおもろい。マイさんおるのめっちゃレアやね。イベント絶対おらへんもん。だからマイさんと会おうと思ったらリアルに撮影中の時にたまたま出かわへんから出会わへんって。めちゃ超激レアや。超激レア。来てよかった。ありがとうマイさん。え、だって超レアなんでしょ。いやでもこの写
私の実況。こんなイメージなのよ。いやいや、これはすごい訴求力やと思う。これほんまに刺さるな。なんかな。嬉しいね。だって同じ方言なの本当は。あ、そうなんや。今ちょっとね、都会全部すぎる。かぶれちゃったね。東京ちょっとかぶれて先に。東京かぶれ。そう。鹿児島じゃこんな選択してなかったな。絶対してないよ。東京に行くと。だいぶ染まったな、東京に。染まっちゃったね。鹿児島行ったらみんなこんな感じってこと。鹿児島みんな、なんかすごいみんなこんな感じ。いつか鹿児島絶対行くから。本当？貧乏旅行で行くから。今年行くわ。来年かい？なんで？私来年鹿児島に帰るから。そうだ。来年に内緒聞いたからね。一緒に、これであのフライシュしていったら私ずっとあのアンチコメント。しかも方言で、方言でアンチコメントですよ。でもキャラ面白いって言われるんじゃない。なんか見た目と違うんでとはめっちゃ言われる。ギャップがすね。才能はね、これ生かした方がいいんじゃない。どうやったら生かせられるけ。やっぱりネット商品。なんかバズりそうやな、めちゃYouTube でも出したバズりそうやね。めちゃくちゃ。そんなヒカルさん、これそんなこと言われちゃうね。ありがとうございます。次じゃあ行くから、ありがとう。ありがとうございました。また時間と戻ってきて。はい。また戻ってきてください。最後に始めます。やってきました。初のシャンパンコール。若い頃はめっちゃモテたんじゃない？なんでそんなこと言ったの？
って娘も可愛いよ。じゃあ行ってくるわ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ちょっともなんかやばそうじゃない？いやでも全然
行かないぐらいです。いやいや、まあもうそれもすごいけど、すごいすごいんやけど、多分もう感覚が多分食いつくとから。なんか風俗で働きつつ熱いパパがいたんで、それでがっつり。なるほどね、はい、すごいシステムやな。パパが女の子に見ついで、その女の子はホストに見つぶって。なるほど。どうやって抜け出したの？めっちゃ見つぶった。全然抜け出せてないですけど。抜け出せてない。結婚とかだったり、ああもうそちらつかせちゃった。結婚するんだけど、でも多分こいつ制限だったから。なるほどね。でもそれでもさ、切らずにまだ関係持ってるってすごいよ。もう好きなんで負けてます、ね。冷静に1年で4000万ですごい。でも1000万借金。今1000万借金してきたい。どういう仕事？なんならシャンパンを入れたいぐらいです。下克上げた方がいいやろ。イベント？そう、今日さっきまでホリエモンと寿司屋やってて、でホリエモン連れてこようとしたんですよ。そしたらもうベロベロになりすぎてめっちゃお酒入って、あ、そうなんで、なんか日朝様に吸い込まれちゃったから途中で、あ、じゃあもうヒカル君のお誕生日行かないんだって言って置いてこっちに来ました。いやでもありがとう。土曜日は土曜日でコラボしたニューハーブの子、おー今日初日なんで、なんか1本すごい、ありがとう。いやでも全然もう安いのでアップルジュースとかでいい。じゃあ今日はワインとりあえず入れて飲める人だけ飲んで、これお茶や、国ね、死んだ。窓拭きやめてもらっていいかな、そのワイパー王みたいなやめてもらっていいかな。死にかけのカラスみたいな声だって大丈夫かい。ヒカル君体調ちょっと崩してるみたいなんで、お茶でこれ入れてください。ありがとう。ほんま高いけどごめん。ありがとう。あ、全然全然。この間ケイちゃんも二十歳になりましたの。なりました。成人式で6日に。怖い怖い怖い、もう怖いわ。そうだけど人見知りなので。そう、人見知りね、すごい緊張してる。人見知りなんや。新しい人。そう、ルナ、ルナ、そう。いや、マジで、ルナめっちゃ性欲強そう。大正解。マジで、マジで、ダントツ強そう。お姉さんたちの性欲やばいもん。Yes. 何人だったっけ、お姉さんの経験人。1400人ちょいぐらい。1400人何歳ぐらいやったんですか、もう。初めては12歳の頃。なんか最近、ケイチャミは、彼氏ができて、インスタグラムでずっと自分のおっぱい揉まれてるストーリーしかあげないんで。なんかフォロワー何人減ったんだっけ。400人以上減りました。マジで名前呼んで彼氏も。ジュンヤー、ヒカル君お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。 Here's HBD。 HBD。 Here's 意味わからすぎてほんまにもう。とんでもない。あ、目見つめないで待ってきた。ジュンヤおるのに俺ともやれる。ストーリー順位上げてんのにいいの。いやー、まあ、今寝てると思う。終わりました、この女。こんな終わるんだ。全世間から消されるんですよ。じゃあまた3日後に。ありがとう。あ、おめでとう。ありがとう。順位上げた。順位上げた。おまっこー。もう順位でいい。順位でいいわよ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ27日とか。ありがとう。はい、というわけでホスト初日が終わりました。ちょっと控室に戻りますか。闇上がり一発目ね、どうなるかと思ったんですけど、まあ最後まで元気で無事終了しました。お疲れ様でした。全部で22組の、まあ人数的にはもうちょっと多分いると思うんですけど、22組の方来てくださって、でまあ話させてもらって楽しかったですね。結構ねカメラ映れないっていう人もいて、まあモザイクでもありとか言ってる人もいたりとかしたんですけど、まあ基本的にはそれ映さずに行ったんで、半分ぐらいはね撮影 NG の人だったんで、 YouTube に映ってる人が一部になっちゃうんですけど、まあそれでもでも本当に濃密な時間を過ごしたなっていう感じですね。でもやっぱゆっくり話したの良かったですね。まあめちゃくちゃ人数がたくさんいたわけじゃないんで、まあもちろんたくさんいたんですけど、でもそれなりに余裕があったんで詰めすぎないようにしてもらってたんで、人が多すぎたら本当に喋れないっていうので、前回もう全然喋れなく終わっちゃったんで、それは避けたいなってことで結構人数調整してもらいながらバランス見ながらやって、いい感じで初日終えたんじゃないかなっていうふうに思います。カメラ映れない子の中には、借金してでもいいから貢ぎたいんですみたいな子とかも結構いて、ヒカルさんに言われたら何ぼでも行きますみたいな、いやさすがにやめてくれってことで全然言わずに、もう結構そういうの多かったですね。だから本気で多分引っ張ろうと思ったら、結構それはもちろんね、みんな入れてくれた人もいたと思うんですけど、でもそれが目的じゃなかったんで、来てくれた人とこのまあ数分数十分でもいいからその時間を楽しむっていうのがテーマなんで、だから売り上げっていうのはまあもちろんかっこよさとか目立つ
の部分だと思うんですけど、まあ、今更僕がなんか売り上げ狙ったところでめちゃくちゃ面白いかって言われたらそうでもないと思うんで、まあ、去年本当に1日でね6000万ぐらい売り上げさせてもらってもう本当にすごい日にしてもらったんで、もうこの4日間は売り上げを無視して来てくださった方が来てよかったって思ってもらったらそれが一番かな。でプラスアルファであとはイードが取れたらいいかなっていう、その2012年明日以降もねホスト頑張りたいなと思います。では病み上がりなんで、まあ、今日無理しすぎてねまた明日以降体調崩しても怖いんで帰宅して早めに寝てまた明日に備えたいなと思います。ということで、初日はこんな感じで終了です。お疲れ様でした。おはようございます。ホスト生活2日目なんですけども、まあ、昨日病み上がりっていうこともあって久しぶりに動いて結構疲労感が溜まってて、まあ、めっちゃ元気なんですけど、ちょっと喉も昨日ちょっとマイナス来てるかなっていう感じで、で明日明後日は予約組なんですよ。一番高いお金で来てくれる人たちなんで、そこに対して最大限のパフォーマンスできなかったら申し訳ないなと思ったんで、体は元気なんですけどお休みしようと思います。まあ初日で結構取れ高もあったし、なんか感覚はある程度掴めたんで、まあ明日明後日に備えてねゆっくりと今日は自宅療養してたこ焼きでも食おうかなっていう感じです。さっきねイクミンが起きた時に銀だこ頼んでくれてたんですけど、正直銀だこ派じゃなくて、いやあれ、ね、銀だこ多分ねあれ関東人が好きなんですよ。関西のたこ焼きちょっとあの感じじゃないや、カリカリがあんま好きじゃなくてドロッとした感じが俺らは好みやから、どないで頼み直して食べます。いただきます。でも本当喉がね悪かったんで、これもトローチとかこの薬がもう大量にあるんだけど、これもまだ飲み終わってない分があるんで飲んでちゃんと喉の回復、まあ、あとまあ単純に体のだるさとかもやっぱあるんで疲労感があったりするんで、それをちょっとね今日で取りたいなと思いますね。いただきます。うん、うまっ。やっぱこれやな、たまに銀だこ食いたくなれんねんな。でも基本はやっぱこんな関西っぽいたこ焼き、これが最高っすね。イグミサ君ちょっとあのマヨネーズだと取ってくれへん。このエピソード話したかどうか分からんねんけど、俺らパーソナルの取り直しをつけてるんですよ。でその人結構動画とか見てくれてて、その先生この動画見てるかどうか分かんないんですけど、イクミンのことをずっとイクミソって呼んでるんですよ。いやそんなふざけてとかじゃなくて、イクミンが LINE でカタカナでイクミンって書いたら、んがソに見えるやん。でそれふざけてイクミソって自分で売っとうけカタカナ でそれ見てトレーナーの人も芸名イクミソやと思ってめっちゃ真顔でイクミソだみたいな、今日のトレーニングこれなんでみたいな、いや冗談言うような人じゃないやもう全然もうめっちゃ真面目な人や、めっちゃ真面目な人、めっちゃ真顔でたまにそうイクミソなんて読めんって、それがもう耐えれんぐらい面白くて、めっちゃ真剣な真面目で言うから絶対ふざけんやな。トレーニング後のご飯はイクミソさんこれでお願いします。でも初日のポストの来てくれた人が結構 SNS 上げてくれてて、かなりもうみんな大満足してくれて本当嬉しい限りですね。喋れるっていうのがないもんな、イベントであんまり。2日目も行こうかなっていう人結構多かったかな。へえ、まあそれもちょっと申し訳ないことに今日はお休みになっちゃったんですけどね。だからある種幻の1日になったな。まあ確かに、うん、予約なしの日を1日だけやったから。でも思ったのはやっぱ体がどっちでもなんかこう黄色信号出た時に休む勇気を持つっていうこと大事だなと思って、結構今までの俺はもう黄色信号出ても赤信号になるまでは、なんなら赤信号になっても3秒ぐらい動きとったから俺そういうとこあったから。年齢もあるもんね絶対、うん、前の感覚で言っとったら壊れるような体が。ちゃんとそこはねケアしながら長く続けるってことが大事だと思うから、一瞬だけ人気者とか一瞬だけ影響力つけるとかじゃなくて何年やれるかなみたいな、うん、そういうちょっとマラソンやってるような感覚ではいるんでね、 YouTube をあと何年何十年続けれるかなっていうことを考えたら、やっぱまあ体調管理しっかりしてやりたいなって感じですね。うまかった。最後薬だけ飲んで2日目はちょっと終わります。なんだろう、今喉痛めてるとか風邪の人多すぎて抗生物質が売り切れてて、喉風邪流行ったらしいな。そう、もうないらしい、入荷せんって言われて、いつになるか分かりませんって言われた。だからこれラスト2個ぐらいなんでみたいな、運良かったですねって言われて、トラネキサムさんね、トラネキサムさんがもうなかったね、これは喉の炎症を抑えるやつなんやけど、これがもうないんですよって言ってて、もうギリギリ間に合ってよかったですって。さらにこの抗菌剤みたいなの言ってたね、1日1錠で、ラストにこのトローチを1日3回舐めて喉を消毒してくださいみたいな。 OK、 あとは明日に備えて早めに寝てゆっくり過ごしたいなと思います。というわけで2日目はこんな感じで、3日目頑張ります。ホスト生活3日目、今回ですけども桑田社長のホストマジェスティでホストさせてもらいます。お願いします。お願いします。ホストでね、もうプロですからさぞかし活躍するんだろうなと思いますけどね間違いないね、うん、自信あります。やっぱいや、まずねこの声量聞いて、はい、絶対にヒカルチャンネルが聞いたことない声量だから。いや確かに確かに、ちょっと高いですよね。高いですね。やってますもん、はい、ぶっちゃけやっぱね俺のホームだからね死ぬほど気合入ってるよ。いやでもまあ、 あの一緒にこうねホストっていう場で関われることが僕嬉しいですね。うん、やっぱもうプロじゃないですか、うん、そのプロの動きとか、まあ、全部見れるわけじゃないですか。そうね、あの展望見せてもらったやつってめっちゃ綺麗でかっこいいんですよ。嬉しい、楽しみです、ここで働くことが。ヒカル君が映えるための全てを用意したから。確かにもう真っ白の、うん、かっこいいですよね。そうです、はい、全てを用意しました。ラストの明日より派手っしょで今日は桑田さんがずっと一緒について回ってもらって、はい、もうだからカリスマホストが横にいながらやるわけですよ。捧げちゃうよ
でもこれあれですよ、令和の虎の流れから話してやりましょうってことだったんで、本当全国進出ですよね。はい、だ今回のやつで本当にうまくいってってなれば、もしかしたらもっと大きく組めるかもっていう感じなんで、はい、もうおかげさまであの大反響で427万再生ありがとうございます。1ヶ月で令和の虎もうすぐあのナンバーワンになりますよ再生、ね、そうなんですよ。林さんも見てね、すごいよ本当に。じゃまたもう一回ね、令和の虎と関わらせてもらいたいんですけど、正直ガチな話ですか、はい、関わるなら桑田さんでも林さんがいいなと思ってます。え嬉しい。えちょっと、はい、全然あの回と違う感想来たの。相性が合うなと思いました。僕だって林さんに関しては直接僕 DM しましたもん。僕珍しく飯行ってちょっと一回話聞きたいですって言ってたんですけど、うん、体調悪かったんでタイミング悪かったんで、今日もう一回会えるじゃないですか。そうですね、まあ、楽しみなんです。それがあーそうなんだ。でも本当だから伝説生まれるんじゃないかと思ってて、やっぱプロが横についてくれるって、まあ、確かに心強さすごい。ゆっとだってこれローランドみたいなもんや。ローランド君より歴は上だからねってことっすよね。うん、白崎仁さんとローランドの間ぐらい。そうそうそうなんです。その伝説の世代でしょ。職人歴もできるからね。え、桑田さん売れてたんですか。当たり前だろ。なんか確かに、あの名前一回も来たことまだ SNS なかったんだよ。頑張ってライブドアブログ更新してたんだよ。自分がホストやっててナンバーワンになって、そこからお店持ったんですよ。そうですよ。実は何年連続ナンバーワンとか。僕2年半しかやってないんですよ。2年半でキャッシュを貯めて自分で出したんですよ。すごいっす。そう考えたらすごいでしょ。そう考えたらすごいね。言いましょう。いきますか。はい、お願いします。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。いやちょっと会いたかったんじゃないですか。会いたかった。いや僕だって DM 自分から送ることはまあないですから。あビビってヒカルさんやみたいな。あこれあのプレゼントです。え、何なんですか。いや来店プレゼントです。来店プレゼント。あらすごい。あのじゃあ桑田が例のものを。じゃあ例のものヒカルバースデーイベントの夜のプレゼント。何か始まった。コンプリートオーディションとなった。えいいどうでした。一応気持ちだけ。気持ちすごいな。オーディションコンプリートオーディションになりました。ありがとうございます。価値分かってないですよ。でも税込み100万です。おーあります。気持ちだけ。林さんちょっと気持ちすごいもんな。いや令和の虎でもなんか気持ちだけでなんかポンポン出すから。とりあえず一緒にキャバクラ行けるけど100万みたいな。一緒にキャバクラ行けるけど。林ちゃんちょっと一回本当に遊んでみたい。本気でその夜の帝王のイメージある。いやいやそんなことない。一回学びたいです。それはある。ガチで一夫多妻とか実現しそうな人じゃないですか。ガチなはずで。ガチでね流されます。ありがとうございます。やったやった。あよっ。何本あるんですか。3本。4本。やっぱちょっとすげえな。おだてりゃおだてるほど金出てきそうやん。今日はちょっとおだてまくろ。やばいやばい。おだてまくりで。酔わせりゃいいんでしょ。まあ酔うとやばいね。酔うとやばい。うっかり。あの寝落ちしてて起きたらお会計400万だと思う。そういうのがあるんで。なんか令和の虎からこんな映画生まれて嬉しいっす。確かに。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。ビジネス面ですごい尊敬してるので、何回かお会いした時に、よく
ストだな。優しい。あの結構2番目得意なんですか。2番目は美しいものしか見なくていいからね。確かにね。あ、そうなんだ。嫌なとこ見ないし、ね、嫌なとこ見ないから。2番目が一番なくなる。1番目。あ、そう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 。じゃあ次の、はい、行きましょう。めっちゃ礼深いっすね。はじめまして、今日香川県から来ました。香川から。男で会いにくいってめっちゃ目立つよ。いやいやいや、すみません、会ってすぐなんですけど、はい、お願いがあって来ました。はい、お願いなんすか。お願いが、はい、今僕香川で振る舞いをやってるんですよ。はあ、で焼肉が好きすぎて5年かけて自分で焼肉のタレを作ったんです。5年かけて、やばい時間かけてます。5年かけたんです、はい、でどんな形でもいいんでヒカルさんに販売してほしい。タレを、タレをどんな形でもいいんで。あ、そのタレの味次第ですよね。持ってきてます。持ってきてます。一回で味見させてもらっていいですか。持ってきてます。あれを伝えるために何来たんですか。これだけのタイミング来ました、しかも予約してなかったんです。で3時ぐらいにストーリーあげたじゃないですか、はい、はいはいはい。でキャンセル枠で行けるかどうかわからないけど、はい、飛行機乗っちゃいました。すげえな。すごい。で、こんなタレのために、タレのために焼肉を出したいって分かるじゃないですか。タレ出したいって。タレを出したい。ずれすぎでしょ、感覚。いや、でもおかしいですよ。一回タレください。はい、タレちょっと見たいですよ、どんなもんなの。いや、そもそも5年間タレって何をするんですか、5年間。すごすぎ。いや、これだから微妙だったらどんなレース取ればいいの。いや、微妙やったら、もう微妙って言ってください。これなんか、どういう研究者だ、5年間で、その。5年間でいろんなものを調合して、最初にここでたどり着く。もう完成形なんですか。完成形です。これ他の人食べさせました。大丈夫かな。もう食べさせてないです。身内だけ。身内だけ。いやいやいや、タレをちょっと舐めてほしいんですけど。香川県からうどんじゃなくて焼肉のタレを売り込みに来てるよ。最後うどんも出そうと思ってます。どこまで行くんですか本当に。じゃあいただきます。タレ、あ、結構サラサラ系のタレですね。サラサラ系の醤油ベースです。醤油ベース、醤油ベースです。いただきます。あ、でもだってうまいな。甘いけんすね。あざす。甘辛い。あざす。まあでも関西人多分好きっすよ。本当に今まで出会ったことないようなタレだと思います、うん、いや、それはないっすけど。まあ出会ったことありますけど。見たやつはありますよ、出会ったこと。あ、正直だぞ。はい、でもうまいっす。ただタレで売るのめっちゃむずいっすよ。いや、キャベツも持ってきました。キャベツ、タレで。ないっすよ、キャベツ持ってきても。いや、キャベツにつけまた美味しいです。なるほどね。取れたての、はいはいはい、あの朝市キャベツ。え、ちなみにこれ一本いくら出ろうと思ってるんですか。まだできたばっかりで、全て何も決めてないんです、はい、値段も名前もパッケージも全てヒカルさんにお願いしたい。いやいや、金かかるぞー。胃が重いな。俺の。いただきます。ちょっといいですか、うん、はい、普通にうまいですよ、ま、も普通に。あー、え、おいしい。ありがとうございます。確かに焼肉ってこれでタレできたら当たりのタレなんです。確かに、おいしい。タレの中では絶対当たりです、これ、うん、あとヒカルさん、はい、ジョイフルだったりとか、うん、遊具場だったりとか職人をやってるじゃないですか、うん、だけれどもタレシリーズでどうなんかなと。どんな形でもいいです。とりあえずこれ入江さんと一回話してもらって、うん、入江さんが首縦に振ればワンチャンいきます。入江さんお願いします。はい、入江さんの首はなかなか縦に振らないんで、はい、なかなか審査厳しいですからね。あの桑田さんホストのやつやろうって言ってこれ3回ぐらい断ってますよ。ヒカル君と僕はちょっと乗り気なんだけど、イリーブロックが入ってるんですよ。なるほどなるほど。条件が悪いって言って。確かにね、大変大変。まあ条件面、俺ら結構ギリギリまで攻めますからね。あ、そう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 。胃が痛いよこっちは。胃が痛い。まあでもまあもう記憶には残りました、このタレと。お願いします。実際うまいな、うまい。これこれお土産です。お土産きたー。お土産きたー。あの冷蔵庫で保管してください。いや、そりゃそうですよ。そりゃそうです。お願いします。それは分かりますよ、俺でも。さすがに俺でも。めちゃめちゃおもろ。はい。じゃあ、行かないでください。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ俺のガチ勢でも。めちゃくちゃ俺のガチ勢っぽい。分かる、分かる。ガチ勢、ガチ勢は絶対な。はい。一人で来たの？一人で。やば、どこ？佐賀から。佐賀から。すげえ、全国から来てる。やばい。あの、2日前から確かに来てもらったの来ましたよ。ヒカルさんにプレゼント持ってきたけど、私でも。あ、全然もちろん。あ、ありがとう。いいもんじゃないんですけど、超ヒカルさんって感じだった。ネクタイ。そう。ありがとう。いただきます。ありがとうございます。おー、めっちゃ濃い。おー、すげえ。かわいい。ヒカルっぽい。これはもう絶対ヒカルさん。間違いない。黒金。黒金。すげえ。ありがとう。かわいい。これはかわいい。かわいいよね、これ。これめっちゃかわいい。ありがとう。センス良すぎる。いや、これ絶対そうだって。あ、しまってください。だと思ったから。これプレゼント。俺もハイブランドでキングを見せたら俺のためのやつやなと思って買うもんな。そう。ほぼほぼ。ゲー。確実に買うからな。あの、追加シャンパン待ってます。
初めまして。初めまして。ありがとうございます。ありがとうございます。何しようとだったよ。サバクラ。あ、サバ嬢。セクシー嬢したの。待て。じゃあ俺知っとんじゃん。セクシー嬢よ。名前教えて。南の空。南の空。南の空。なんか青い空みたいな。南の空。いただきます。ありがとうございます。よいしょ。ありがとうございます。もう一個入れて。あ、いいよ。なんかメニュー見たいんです。あ、もう一個入れる。うん、じゃあさ、俺がどっか行った後に呼び戻すために入れて。おいもう一回、もう一回やるか。ここの席戻りたそうだな。今までそんなこと一回もなかったな。だから俺のことキープしていい。俺の席好きそうやな。あとあの AV だよ。あの AV で煽ってない。今日のおかずで。シミケン。シミケンな。うん、オッケーオッケー。さあ来ましたよ。怪しげな男性客2名。おいしそう。怪しげな男性客2名来ましたよ。めっちゃ楽しいです。めっちゃ怪しい。わあすごい。怪しい。怪しいですよ。この方もちょっと怪しいですよ。ちょっと待って、リシャール見る、リシャール見る、リシャール見る。怪しいぞ。一番怪しいですよ。誰なんですか。わかんないですよ。なんかマジシャンなんですよ。マジシャン。正解なんですよ。正解ですよ。正解ですよ。はい、来ましたよ。したいんだろ。やっていいから今すぐやれ。いいですか。ではヒカルさんに指先一本でカード。はい、行きます。行きます。さあ今飛ばしていただきましたよね。この今飛ばした枚数、これをヒカルさん数えていただいていいですか。わかります。22枚。はい、今ヒカルさんが自由に飛ばして22枚弾き飛ばしました。はい、これずっと置いてますよね。この22ページ見ていただいていいですか。ぬるコンドームって初めて聞いたよ。お願いします。私のヒカルです。お願いします。プレゼントです。どうぞ。一人で行きたいです。めっちゃ慣れてらっしゃるもんな、絶対ここに。ありがとう、わざわざ来てくれて。いや、ありがたいな、マジで。写真撮ろう、これ。写真撮りましょう。どうすか、今ヒカルの。もう感じはどうすか。今のところ完璧です。まず席に着いた瞬間の驚きを与えるこのサプライズ登場みたいなのが、はいはい、全ての卓でできてるんで素晴らしいです。お客様の引き出すっていう一番大事な、売れないホストと自分の話したがるんですけど、なるほど、ちゃんと引き出してるの、あれお前売れてたお前売れてたんか、すごいぞマジ超一流だと思うんです本当に。欲しいですか。いやだから欲しい入り江ブロックなんとかしてるやられます。めっちゃ前からっすよ本当に。高校生とかぐらいからな多分な。CD カメラ版でな、沼らせようと思って。なるほど。で多分沼らへんタイプやろ、うん、一番いらんファンや。自分のお客様にならない人分かってんのすごいな。こいつはいらん、ブレブレやねんこれカメラ。あすごいな、ちゃんとま撮れよ。自分のファン以外いらないって言い切れんのすごいな。すごいホストだな。行きましょう。おー、カズキ、お前なんかちょっと太った。一人でホスト食って熊本から来たわけ。あ、そうです。やばい、すごいすごい。中学校卒業してから神奈川で留学したんですよ。もう結構きついとこ分かったんですけど、唯一好きなものが光ったので。おー、命救ってるね。確かにな、このホストすげえな。俺すげえな。命救うホストなかなかいないから。すごい。で、3人行こうと思ったんですけど、2人で辞めちゃって、辞めることも失敗じゃないっていうのも教えてくれました。感謝したくて、これからも恩返ししていきたいので、YouTube
よ、ありがたい。まあ、そのずっと使えたら、でも実際の時間ってちょっと、まあ、確かに短い。だから、そのところでやっぱ伝えたいと思って。なるほどね。ありがとう。めっちゃ増えたらしい。すごい増えた。あの動画出てから。すごい。やばかった。みんな私に抜かれたいっていう。そんな増えたらすごいね。彼氏？なんかトイレに二人で消えてって。絶対言わないで。早かったよね。早かったよ。早かった。早かった。やばいやばい。メニュー表なんか。メニューはですね、あのこちらになります。こんな感じになってるんで、あのよかったら見てください。了解です。これ。いいっすか？あの全然全然。いいっすか？誕生日だ。いやもう私もお世話になったんで。ありがとう。大地。ありがとう。でも他人の動画出て好きなことだし、私もすごい。よろしいですか？ありがとうございます。ありがとうございます。お客様が喜んでくれて。よかった。反響あったよかった。めっちゃよかった。やばい。やばい。よかったもん、二人とも。ちゃんとヘアメイクぐらいすればよかったと思う。ロケマさん横につくから。しかもカメラ回ってないからやり放題よ。あ、そうそう。これでカメラ終わるから。やる気ない。ペペローション、ペペローション持ってきてる。他にもあるじゃん。すごいな。やばいよ。何しに来たの。確かに何しに来たのか。怖っ。これでまたお客さん増えそうやもんな。そう、開発されたいかも。変態ばっかり。次に行ったらロケましょう。あ、ロケちゃん、ありがとう。あ、ね、ありがとう。いつもありがとう。あ、じゃあロケします。お前が来たけど、ありがとうございます。追加で頼んでくれました。うわ、すごい。ありがとう。いや、ありがとうございます。前戻ってきたわ。写真だ。オリジェンゴールだ。しかも明日も来てくれるらしい。すごい。すごい。
すごい。いや、林社長、レイバロンドの時より何倍もかっこよく見えます。本当に今日は俺は抱かれてみて、あ、一緒に10品しましょう。あと8人募集しないとな。募集中。ここのね、ニュージェネレーショングループがモチーフになってるアスカノって漫画で、ね、僕習ったんですよ、はい、僕どうしてもオールコール取りたくて、アドリーの伝票で殺そうと思って。よー、知ってるわ。だからそれで漫画で読んだんで、追加で念のためシャンパン開けときました。よっしゃすごかったっすね。いやー、すごい、これ一部っすよ、まだ一部っす。やばいか、盛り上げ方というか、あ、やっぱめちゃくちゃすごいっすね。マジホスト界のシャンクスやこんなにプロだからな。助けられました、本当に。いやいや、逆に、いや、こんなにすごい接客すると思ってなかったもん。すべてのポイントを押さえてたから、びっくりしちゃった。言ってましたもん、全部言ってるんで。すごすぎ。楽しいな、やっぱ。あー、すごいね。え、なんか本当幸せをもらったなって感じです。いや本当は僕は渡さないといけないはずなんですけど、もらってるなって感じです。渡してたんじゃない。カッコつけるんですか。いや、私だよ。ありがとうございました。ありがとうございました。一部終了です。一部終了。いや、すごかった。これ一部だけで動画1本ぐらい。いや、ほんまにそうや。でもやっぱ腕あるな。いや、すごかったですよ、マジで。さんが現場力とね、やっぱ電波力だから、うん、なんてな。でも半年間に追いつけそう。そんな簡単な17年じゃなかった。渋谷で出会って、新宿か、人でね、名前も分かるよ。あー、認知してんのすごっ。すごいな、すごいな。演技じゃないんで。
心の声なんだ、ほらほらほら心の声なんだ、ほらほら俺お前愛があるんだな、ほんとにな、名前誰やったら、はいはい、それがちょっとショックよ、それが一番ショックよ、しかもまあまあガチやろ、ガチで抜けてました、そのたまにジャニーズの人が分かんなくなる時あるじゃないですか、嵐の時でも、まあ、そんなって考えたら有名すぎて分かんなかったら、なるほど時間です、僕らの時間って終わりですか、僕ら終わりですか、とったとった、ありがとうございました、なんか今しか照明バーのお願いできへんで、照明バーちょっと大型企画で、大型企画、知らない人ですよ、ノア行ってないですか、ノア行ってないですよ、照明バー、照明バーを僕ら企画でやったんですよ、ASL みたいな感じで、ゲスト呼ぶんですか、はい、そうです、あ、なるほどなるほど、はい、あ、行きますよ、まですか、はい、よろしくお願いします、すごっ、スピーカーの方からの紹介するんですね、紹介そう、ボロパクリじゃないですか、やばいパクリになってる、マジで、こんなね、愛しいおっさんがパクられるのが何がしたいんですか、本当に、やばっ、パクってますよ、あなたもパクってますよ、あんたラーメンパクってるじゃん、味噌もパクってるし、男気じゃんけんもパクってる、全部パクってる、分かりました、ありがとうございます、超ハイキャリアなのにホストやってるあの変わり者ハイキャリアなの分かってないけど、緊張してる、緊張してます、やばい、サメさんとロケマスさん来た時点でめちゃくちゃもうなんでよ緊張してワクワクしちゃってんな、めっちゃ見てくるとも圧倒的ファンです、よいしょ、らしいじゃんこれ、圧倒的ファンです、僕あの光る部分の行動で僕行動してるんで、カイト君からオリシャン一発いただきました、オープンまで3秒前3321ありますよいしょ、ヒカルくんオリシャン、やった、めっちゃちゃんとファン、いや僕エグいです多分、こんなにないロケマサさんと種張るぐらい、ちょっと気持ち悪いぐらい率高いんです、泣いちゃいそう、やばいやばい、急に泣き出したっすえあのお酒飲んでないですよ、お前薬やってんの、一滴も飲んでないけど、歌舞伎で泣くやつは薬やってるやつだろ、いやでもありがとう、嬉しいわマジで、ありがとうございます、ありがとうございます、おーっとこっちはハグハイトの方が深い、プロの店長です、え、なんでしてんすか、俺動画で言ってたのにカブレラ店長に、そうなの、はい、ここ繋がってんだ、もう10年以上の中で、繋がりが繋がりで今日は絶対に繋がった、うわー嬉しい、はい、めちゃくちゃ繋がってますよ、やばー、ここも知り合い、はい、私この店で来てるんで、ピンクのスーツの締めです、担当指名いただいてますよ、担当無視してきて、そうなんですよ、お前コス狂いだな、お前にも役立つのやな、ダッシュ全然こっちに。
正直言ってもう悔しいってレベルを超えて、あの歌舞伎町のトップ、大阪でも札幌でも全部トップ。めっちゃ長文出して、なんか美容に目覚め出したみたいな、急に出して、じゃあ、溝口さん、何してんすか、聞かないへん、やばいでしょ。俺をこんないじってくるのは、聞かれた2回ぐらい。溝口さんとは、結構前からの仲なんですよ。天チームとも、あれで、まさかこう、くっついた持ってる。それでは、それでは、天チームと、ヒカル君と、そして、ブレイキングダウンのミーダーグさん。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。日本のカリスマ YouTuber はヒカル。お誕生日おめでとう。溝口さん、天下のことをよろしくお願いします。一時過ぎだよ。いやいや、元カップルで来るのが悪いでしょ。何目的なんですかこれ本当に。あとね、溝口さんブレイキングダウン出てから色気づきすぎ。あのかっこよくなりすぎ。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。ブレイキングダウン、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 やってるじゃないですか。楽しい。楽しい。普通趣味でやりたいの。だからさ、動画撮るの絶対やめた方がいい。いや、そう。だからほんまは動画回してなかったら、うん、売り上げ多分今の5倍は上がる。マジ、もっと撮る。もっと撮る。ヒカルさんとかでも色恋営業だもんね。みんな色恋もうかかりに来なってくるし、本当。店長がさ、最近さ、なんかさ、一夫多妻もありなんじゃないかみたいな言い出してた。一夫多妻、一妻多夫みたいな。そうそう、なんかその、卵子凍結してのみたいな言っとって、店長もなんか暴走したしたなと思って。違うの。なんか私はなんかもうこれ話したら長くなるからここでは話すから、ね、ペンチもチャンネル出してまたちょっと、そうすれば衝動的に投稿しちゃうから褒められんのいつも。どういう関係ない、ここは。それだけ教えてもらってよく分からへん。なんかその精子提供者ですか。提供者なんですか。皆さん優秀な遺伝子持ってますもん。確かにね。でしょ。聞かれた理由が分かるでしょ。本能的に圧倒的にオスなのよ。ブレーキングダム強かったか、強かった、確信した、あれは試合に勝ったとかじゃない、場を制してた。非常に強かったもん。非常に強かった。私の目は間違ってなかった、あれは。なるほどね。誰出ました。やだ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 。もっと入れて。ナンバーワンだわ。ありがとうございます。頑張って。DJ まで行こう。あ、長いね。元気をもらったわ。全ての人から。ちょっと待って。元気じゃない。どうです。ワードまで3時間4時間で行けます。すげえな。まあ、体力あるぞ。なんか楽しいんだよやっぱ。いい人しかいないんだよ。楽しいんだよ。本当なんか逆に自分が元気もらってるなみたいな感じです。もらえよ。俺の元気。なんつって。なんつってなんつってなんつって。なんつって。もう打ち上げ行きたいんですけど。小松さん、バトル見れるのがオーディションで見たときに、この人マジおもろい人だなと思ったもん。え、嬉しい。あの頃から俺小松さんのこと好きでしょ。こいつ俺のこと大好きじゃん。インドネーシアありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
いやめちゃくちゃ良かった、楽しかった。お前売れっ子やな。いや本当でも桑田さんのおかげで本当に今日はいい日になりました。売れっ子やわ。お前結構 やるな。いやお前な、うん、こっちからしたらお前な。本当にね、やっぱホストってやっぱ難しくて、どうしたらいいか立ち回るか分かんない時もやっぱこう桑田さんのサポートで本当に場がうまく回ったんで、プロの技術を見せてもらったなっていう感じで、勉強させてもらうところめちゃくちゃ良かったですね。おお、ちゃんと褒めるとこ褒める人や。いやでも本当に桑田さんの力をちょっと思い知ったというか、おお嬉しい、こういう人と働きたいなって思わせてくれたんで。ちょっと待ってマジやりましょうよこれ。でもね、これ本当に何が嬉しいかっていうと、人を見て言ってくれてるからね、入江。いやでも本当そうですね、前はずっと金ばっか計算すんなよ入江。だから最後あの溝口さん店長来たんですけど、二人からもホスト会社やった方がいいよぐらいほら言われたぐらいで、結構他の人に言われるんですよ、やっぱ光さんホストやった方が絶対いい。うん、確かに。もう次のビジネスホストだって言われるんですけど、相性いいからね。いい人見つかりました。ほら桑田さんでやろう。で帰った後に俺が利益どうなってるんですかって聞かれるんですよ。だから先に言ってるんですよ俺は。なるほどね、光の前座みたいな感じであの入江ブロック入ります。あのまあもちろんね、いや当たり前にね、いやこのぐらいレベルのタレントをね扱うんだったら僕だってそれなり七さんええやないか。七さんではないと思いますけど。ええー、もっともっとね、その僕の方が低いと思いますよ、リアルな話するとね。いいやつやな。あでもそこはなんかリアルに活躍の分だけもらうっていうのが当たり前だと思ってる。まあでもガチな話で本当に今日ホスト楽しんでくれてて嬉しかったですね。いやだから好きですもん、なんか俺はホストが もうそもそもが、だから本当趣味でやってもいいと思えるぐらい好きなんですよ、 YouTube 抜きで。だからなんなら俺カメラ回ってない方が俺絶対うまいんで。いやカメラ回るってやっぱやりにくい、やっぱお客さんもしんどいし、うんうんうん、やりにくいじゃないですか普通。そんなありえないじゃないですか。そうで本来ね、うん、ホストはカメラ回ってないのよ。いやそうなんです。だからこれ明らかにおかしい、めちゃくちゃ不利な状況でやってるんで。おかしい。だから回ってない時の方がはるかにパフォーマンス、うん、上がるし、お客さんももっと楽しいし、うん、そういうのをしたいなって思います。で僕あの今夜とかで結構ネタのためにどっか行ったりとかするんですよ。だから同じでホストやってたらネタが取れるじゃないですか。だからもうプラスしかないんですよね。だからそもそも俺今ネタを探しにどっか出かけたいんですよ。そのタイミングでいろんなお客さん出会うじゃないですか、ネタになるじゃないですか。だから YouTube にも生きるんですよ。宿だったらやった方がいいんですよ。ニュージェネレーショングループが宿だから。あ違った違ったな。あれ光酔ってんの。いやでも桑田さんすごいっすよ。まあ俺はあのバトルミリオネアでオーディションで初めて出た時から、あこの人おもろいなって思って。これはマジで嬉しい。あの頃から俺好きやったんですよ。そっからあの令和の虎出た時も正直桑田さんのおかげで令和の虎あれバズったと思ってるんで、正直ね聞いた、はい、であれ桑田さんが噛みついてこなかったらあのバズりは絶対なかったんで。覚えとけ、いいかませになってくれたんですよ。覚えとけよ光ファン。そういうことだから今の絶対流すから。いやでも俺のファンも何かやるなら桑田さんでやってほしいっていう人がめっちゃ多いんですよ。それは単純にビジネスの何かっていうよりも僕と桑田さんのやり取りが見たいっていう、この続編が見たいんですよ。一緒のホストやったら続編見れますから。確かにあるぞあるぞ。俺ね今日かけてたんだわ人生。これマジでこれマジで俺人生かけてんだわ。俺ね体調万全今年一番って言ったじゃん、はい、スーパー調整したから。本当にスケジュール全部調整して光に合わせてんだ。いやでもガチででかいことになりそうな気がしますね。俺相性も良すぎるんですよ。だって今日一日ずっと過ごして相当良かったよな。いやめっちゃおもろいね。光できないこと俺が全部チリ取りにやるから。その基本は俺ホストはカメラ回すでやるけど、たまにカメラ回してカメラが OK な人だけ読んだ日にすればいいわけ。確かにでやればいいわけ。うわー楽しみ、ニュージェネでーす。光ニュージェネでーす。いいえもう73とか言うなよ。 6.5。 じゃあ売上報告しましょう。失礼します。確かにね、発表します、はい、すごいね。そうなんですよね。え1700万でございます。はいそうです。ちょっとごめんなさい。え、あどんな言ったんですか。発表します。いや発表したい。1740万円。1日で上がりました。ありがとうございます。キモ。いやすごいな。いやマジあんたすごいから。いやありがとうございます。いや本当にこれ冗談抜きで今現金入金でここまで行ける人いないんですよ。売りかけで行く人はいるますけど、だから本当これがどれだけすごい。1740万。これはすごいっすよ。いやでも本当にすごいこうね、たくさんの方来てくれたんで。いやでもこれ多分言っとかないでよ、去年がおかしかったっていう。あ去年は、まあ、6000万ぐらい1日上がってた。あれもね本当に、ね、7000だったんですよ。7000ぐらいか。本当にすごい人が何人か来たんですよ。本当は今年も来る予定だったんですけど来れなかったんで、まあ、その人はあの1000万入れとけよって言われたんで。おお、プラス1000は上がってます実
はもう。ああそうなんですね。で本当にねホストクラブのホストっていうのはやっぱり日々売り上げを上げたりとかお客さんをバラして呼んだりとかいろいろテクニックを使ってやってるんですけど、こうやって1日2日とかで上げるのマジですごいっす。これマジですごいの。あとカメラ回ってなかったら行きたいっていう人はめっちゃいたんですよね。で実はその YouTube なかったらっていう人いた。 でもこれ以上入れなくてよかったかもしれない、うん、でも逆にだからこれが満足的にはよかったかなと思うんで、はい、単価も含めて今日パーフェクトだと思います。 でも今日本当帰る人みんなこんだけちゃんと接客してくれて満足、去年より満足度高かったっていうところ。ああよかったよかった。俺のおかげちゃう。それもあるでしょうね間違いなくね。めるな。はい、いやでも認めるとこ認めますよ正直。ただ俺怪物だからお前扱えるかどうかほんまに頑張れよ。お前扱えるの俺だけだろよ。光る。この後天地のチャンネルで味噌ルーを一緒に食べに行くんですよ。はい、そちらの方もね概要欄に貼っとくんで見てください、はい、ただこの動画まだ続きますからね。これ終わりじゃないからね。まだね、これまだ続くからな。明日がほんま、明日が俺のバースデーやから。そう明日からですよね。遠隔のシャンパンタワーシャンパンタワーある。しかもまあ桑田さんも来てくれるし、他にもいろいろちょっとね助っ人でおなじみの人たちが駆けつけてくれるんでね。はい、明日別シャンパンタワーやっちゃいます。ちょうるせえ。今日の売り上げ全部いくって言ってましたよ。ちょっと言ったって。ほんまに来たんですよ。まあいつはうるさいぞ。でもガチでこんなに上がってると思ってないからな。マジでこれすごいな。まあまあでも絶対僕行きますね。ちょっと早めに、今日はちょっとね、まあ、味噌ルー食べてゆっくり休みますか。はい、はい、2回もお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ホスト生活ラスト、今日12時回ったら誕生日ということで32歳迎えるんですけども、残り5時間ぐらいですね。ラストですね、本当にまあ来てもらった人が全員幸せになるような一日にできたらなと思ってます。今日はねめちゃくちゃ豪華で、まあ、相馬さんだったりとか青汁王子だったりとか宮迫さんだったりとか春樹海とか、まあ、いろいろなゲストが来てくれるんで、皆さんの力を借りて助けてもらいながらいい日にできたらなと思います。幸いにもね体調も万全なんで思いっきり楽しみたいと思います。じゃあ行きますか。じゃあお願いします。お願いします。お願いします。よし、お願いします。頑張ろう。未来よろしく。はじめまして。はじめまして。何ショルトなの2人とも。サポートだ。サポートだ。最高のパリです。私もプレゼント。何？でもそんなにいいカードじゃないんですけど。ポケモン。そうそう、たまたま見つけたから。ポケが好きなの。大好き。めっちゃいいやん。あんまりいいことない。すごっ。ギリギリ。高いよ。高いよ。これ高くない。いや、高い。しかもこれなんか PSA じゃなくてなんか MGC。 あ、見たことないじゃん。こっちの方が高いんだ。 PSA でも全然20ちょいだ。いや、高すぎやろ。これ期間があって PSA10 の同じような期間のやつ。そうですね、20万したの。いや、やばすぎやろ。20万さらっとプレゼントしてる。一番欲しい。すごい。俺もリーリーになってほしい。やりたい。全力になれる。頑張ります。頑張り。2番組。いいよ。お願いします。お願いします。めっちゃ嬉しい。やばい。嬉しい。初めてポカもらってんの。嬉しい。アフタルとここに。嬉しい。やば。ポケカ最強じゃん。嬉しい。ありがとう。ありがとうございます。視聴できるんだ。ありがとう。いいところがたくさんあって。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。いや、この子はマジで才能の塊だよ。才能。才能しかないの。紹介してもいいちょっと。桜井宮子っていう子で、京都で夜の世界でずっとナンバーワン。東京にやってきて、ジャングルっていうめっちゃ有名なお店で、なんか2、3ヶ月ぐらいで多分ナンバーワンになったみたいな。めちゃくちゃすごい。で、俺一回ご飯行ったことあって、その時にもう能力が高すぎて。なってるってやっぱ理由があるじゃないですか。だから勉強
って、はい、その日一番使ってくれた子と行くんですよ。まあ、そんなこともないです別に。可愛いこと。いやこれ。ああそれやばい。それ B じゃない？ナンバーワンってどんな人と行くんですか？ナンバーワン。僕可愛いこと行きます。ああ。本命と。ただのクズやんけど。仕事だからしょうがないって言ってめちゃくちゃ行きます。しっかりすごいナンバーワン。仕事という建前を使って。そうです。はい。自分の趣味を満たしている。あもうゴリゴリ。プライベートで遊ぶよりは全然やっぱいいかな。なるほどね。俺がジャングル行った時は同伴のアフターもしてる。あ貸し切りプランですね。ゴリゴリにお金使わなきゃいけない。ゴリゴリの。1ヶ月行くわ。あれだわ。2部もなんか追加で急遽残留決定して、すごいな。絶対こっちの力よ。そうです。まあまあそうだよね。まあまあ聞き取りやろ。一応払いました。1部は半分。弟みたいなポジションでな。確かにニヤニヤしてね。ニヤニヤしてな。まあ役得ポジション取ったな。でもいつも悩み聞いてますよちょっと。いやそれにしたら高いって思う。確かに。これからこれからいっぱい頑張ります。別にこの頃の悩みで結構誰でも聞くやん。お前じゃなくて聞くやん。あれだけで喋れた。ロケマサにはやっぱ異性を感じる。あ、そうなの。またちょっと違う。異性を感じるのはどんな人？どういうタイプ？あ、俺異性感じる。おお。結構それ言われるんですよ。なんかセフレとかには一番持ってこいみたいな。いや豪華すぎます。豪華すぎます。それ。なんか二番目としては最強みたいな。あ、そう。いや本命じゃない。いや、その本命がいる人から言われるんですよ。じゃあ推しがロケマサでセフレが光るってこと？すごい構図ですね。したもんね、今のまま。ご紹介が優しい。じゃあ俺が言うセリフなんだよ。まあそうか、俺も異性感じるってたまに言われるんだけどね。逆にね。そう、どういうこと？逆に。チェンジアップみたいな感じ。ああ。チェンジアップっていうかもうナックルみたいな。2部が始まります。この2部がめちゃくちゃ人多くて1部のもう4倍くらい入ってます。まあもうやっぱ一番みんなラストにねお祝いしたいって思ってくれてる人多いみたいでめちゃくちゃ多いんでバタバタになると思うんですよね。もう来てくれた人全員を幸せにできるように頑張りたいと思います。じゃあ行きますか。はい。2部からね桑田さんもちょっと合流してくれる。Yeah.
今ガルの実印や。本名前田圭太やどこで使うねん。契約できへん。去年の使ってもらった3本目の動画集を使ってくださったおかげで
幸せで感無量です。本当に皆さんありがとうございます。
その影響力を持って人の人生のを少しでも変えたいと最近思うのやってて、昔はね本当に恣意強く自分のために自分がお金稼ぎたくて、別に人を騙してでも、もうどんなこと使ってでも稼げればいいっていうふうに思ってたし、それがやっぱ YouTube やってファンができて、なんか変に期待されるんですよね。ヒカルだったらこうだろうみたいな、その期待に応えないといけないなと思って、どん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 変わっていって、あのバリュー事件をきっかけに僕自身なんか本当にね、生まれ変わったかのように顔も変わっていって、人格も変わって、今じゃなんか本当に感動することがあって涙もするし、人を助けたいなと思う時もあるし、人に支えられてるなと思うようになりました。これは全部 YouTube やってたからだなと思うんで、だから今後もね、やっぱ僕は YouTuber として最高に面白い動画を撮りながら、時にはね、ミソルみたいな、なんかふざけた動画も撮ったりとかYouTuber として闇の存在って言われるんですけど、そのナンバーワンで僕は生き続けようと思うんで、ヒカキンさんがヒカルだって言われるんですよね。で、その対のような存在として僕はヒカキンをディスり続けて普通じゃないポジションで YouTube やっていこうと思ってるので、やっぱ結局ね、ホストができるのも他のビジネスやってるのも全部 YouTube があるからなんで、この今縁があるのも全部 YouTube なんで、 YouTube の動画を本気で撮り続けようと思います。今後もね、投稿頻度は、ね、昔ほどないんですけど、最高の動画を撮れるように日々頑張っていくので、これから皆さんよろしくお願いします。本当に今日はありがとうございました。用意してもらった土台の上で本当に楽しくやらしまっただけだと思ってるんで、ホストのことをまあ本当1から10あるとしたら、本当にもう最後の9と10だけやらしてもらって気持ちよくさせてもらっただけだと思ってるので、全然ねこう理解はできてないんですけども、すごい大変な職業で、そして同時に美しくかっこいい職業だと思ってるので、今後もねホストのリスペクトを持って僕は YouTuber として活動していきたいなと思います。もしね今後ねホストで関わらせてもらうことがあったとしたら、またこのハーレムさんでお世話になれたらなと思ってるので、今後ともよろしくお願いします。そして今日一日本当にありがとうございました。ありがとうございました。いやだからその時点でまず反省しろよ。なんで？まず
ホストは濃いよ。逆にね。逆に。ここ違う店ない、うん、だからって、柴田さんからポーカー行くって大丈夫？いやいや。マジで。おい！くそー、なんかいろいろ言いたいことあるけど言えねえ。しかもさ、もっとカッコもちゃんとしてこいよ。うるせえ。お前。プラだ、プラだ、プラだ。地面にプラだったよ。全部プラだ。足だけセリーヌ。ちゃんとしてるやろ。100万は言ってる。いやでも本当にね、桑田さんのおかげで昨日と今日助かりました。マジで言っていい。よくやったよ。お前もくらった。いや、俺から言わせろ。ホスト17年歴の俺から言わせろ。いや、歴じゃないから。歴じゃないから。確かに。歴じゃないから。才能だよ。過去にぶら下がんなよ。もうそろそろ過去捨てろよ。この動画で何回言われたこれ。欲しいな、マジで。シャンクス過去語らんぞ。うるせえ。そうだな、うん。腕なくなったとか言ってねえわ、あいつ。ちょっと売り上げいいですか。ああ、そうですね。発表した方がいいと思うんで、はい。全体の売り上げ、3日間、トータルの売り上げ発表させていただきます。4195円です。ありがとうございます。4000月に売るのいないんだからね、なかなか。今回組数が本当にたくさん怪我さったんですよ。前回の 2,3 倍ぐらいの組数だったんで、まあ忙しかったな2日とも。でシャンパンタワーも最後にあれ一口1万なんですよ。1人で100万入れた人がいてとか、そんな人もいたんですよ。なんかすごい誰か分かんないんですよ。そう、うん、その人だって届くのタンブラーだけですからね。いや本当に謎の人がいたりとかして、すごい。だから本当にたくさんの力が合わさっていった。前回はなんかもう一人の人の力がポンっていった感じだった、ね、今回は全体がボッていったみたいな。元気玉したみたいな。元気玉で本当に半分スーパーサイヤ人ね。全然思んない、うん、すいません。すごいな。入江さんがそういうこと言うとちょっと本当凹むから。本当に本当に光はいいけど。いやでもどうでした、そのプロのホストから見て2日間見たと思うんですよ、まず最初に入江さんのつけましてすごかったと思います。なんかちゃんとお客様の話が終わるまでちゃんと見てるし、はい、すごいキャル君がタイミングよく気持ちよくお客さん抜けて、そして気持ちよく俺が煽れるみたいなタイミングをしっかりやってくださったなと思ってるっていうところと、それに付随してヒカル君がお客様とものすごいきちんとした距離感でやってたなっていうのが、そのファンとの距離感っていうよりかはホストヒカルとお客様の距離感でやってたのが特別感出たんじゃないかなって思います。僕普段イベントだったらあんま喋る時間ないんですよ。チェキ会とかですね。そうです。今回はだからがっつり喋る時間あったんで、うん、普段とちょっと違うような距離感で行きたいなってのがあったんで、結構満足度高かったと思うんで、ほんと来年もしてほしいって言われたんで、それがもう嬉しいですね。SNS でも感想とかみんな書くじゃないですか。見る限り今のところ全員めちゃくちゃ良かったんですよ。あ、初日も2日目も今日も軽く見たんですけど、良、うん、かったばっかりなんで、うん、まあ、それが嬉しいですね。おいおい、これ毎年やらなあかんのじゃないの。いやでも本当毎年やりたいっすよ。楽しいんですよ。でもカメラ回ってないのも一回やってみたいっす。なるほどね。ここに気を使いながらやるのってやっぱお互いしんどいじゃないですか。もう俺もしんどいし、お客さんもっとしんどいじゃないですか。しんどい。本来だったら2人だけの世界でしょ。それがホストだから、なんならプライベートだからね。それは売るもんじゃないですか。そうですね。それをやってないんで、だからホストやってるとホストやってなかったみたいなのがあると思うんで。でも本当YouTuber ヒカルじゃない面見れて俺はちょっとすごい新鮮だったなっていうのと、お客様も動画じゃない部分と動画の部分と分けて見れたらすごい嬉しいんじゃないかな。いやでも本当そう思ってもらえて嬉しいですね。ねえ、最高の時間でした。まああとは意外と5倍声張れんだなって思ったわ。才能があるかな。なんだ才能って、うん、結局才能よ。俺とお前の差分かる。おい、何教えて。圧倒的な才能。才能ね、うん、そして若さ。若さね、うん、もう勝ち目がない、うん、アラフォーって言ってたなさっき。なんか30ならアラフォーだわ確かに、うん、負けねえわ。これから俺のサポートするために生きろ。そうだな。俺がプレイヤーするから、うん、支えろ。意外と気持ちよかったよ。なんかコキ使われてるの悪くない。いや正直ね、うん、昨日俺帰ってみんな行ったじゃないですか、うん、はいはい、桑田さんの話で持ちきりっすよ。え、そうなの。あいつすげえわ。車の中で。いや、あの人すごかったってなりました。ありました。あの人がいるから昨日は、うん、いなくても成功してたから、僕は大成功になったのは、あ、第二できたのは、はい、俺の確実にそうだなと思いました。正直そのスキルが高すぎて正直ビビりましたね。おお、やっぱすごいなっていう。全然誰も分かってくれてないよね、 YouTube 界のみんなは。だから3万人なんだよね俺。あ、でもまあ遠間さんみたいな感じなんですよ多分。ああ、確かにそう。本人にファンつかないタイプです。おい相馬飲み行こうぜ。本当に実力をまざまざと見せつけられたんで嬉しい。余計にもっと関わりたくなりましたね。あの令和の時にでも関わりたいと思ってたんですけど、はい、今回やってやっぱもっとこれありだなって。え、使われてやってもいいよ。2023年。全然ヒカル付き合うよ。え、コメントでいらんって言ってたらどうします。ちょっとほんとそのコメントやめて。
いやでも本当に助かりました。いや一言で言うともう嬉しい、本当に貢献できて嬉しいですね僕も、まあ、あとは本当にもう今日は宮崎さんとか青白路とか春木海とかあとそれよ沢田くんとかねゲストというかヘルプが豪華。そうなんです、ヘルプが豪華すぎてそのお客さんの満足度もめちゃくちゃ上がって、いや間違いない、そう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 、それがめっちゃでかかったなって、うん、僕らのメンバーのロケマスとかユニットとかも、うん、坂上さんとかも全員こうついてくれて、うんうん、僕がいない時でも楽しくないっていう時間がないような、うん、配慮ができてたのがすごい良かったですね。特に最後の部がめっちゃ人多かったんですよ。一番多くて2倍とか3倍ぐらいいて、僕がつく時間って短かったんですけど、うん、それでもね本当最後楽しんで帰ってくれたんでそれが良かったです。もう最高でした。本当に桑さんありがとうございました。いやマジ一言俺はい、初めて言って誕生日おめでとうなそういう動画だでも本当にこれからちょっと毎年俺の誕生日にいてくださいね。当たり前じゃん、うん、親友になりましたでもマジで俺ね桑田さん好きっすよ。嬉しい。俺はもう怖いって言わないですから。だからまた今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、もうこの動画ねめっちゃ長かったと思うんですよ。どこ使っててどこ使ってないか正直分かんないですけど、いいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録とコメントたくさんもらえたらと思います。まあ、桑田さんとの今後も もしどうなるか分かんないですけど、令和の虎で追うのか僕のチャンネルで追うのか、まあ、はたまた3万人のチャンネルで追うのか分かんないですけど何らかの多分進展はおそらくあると思うんでね、はい、こちらの方楽しみにしておいてください。じゃあ今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。帰宅しまして、現在の時刻がですね5月29日の2時33分と、本来だったらね誕生日夜はそれどう考えても女の子と過ごすわけなんですよ。モテるんでね怖いぐらいでも逆にでもあえてだからこそ俺はその選択を取らずに、そのアフターっていう手もありますよ。もちろんねだってたくさんの方が来てくれるし、なんなら別に来てくれてないことでも別に過ごそうとも過ごせますよ。でも今日のホストはこれね、今日の1日が終わるまでが僕のホストだと思ってるん でこの日他の女の子と会ったりとかしたら来てもらった人たち全員に失礼だと思ってるんですよ僕は。なるほど。そうそうそう、誰か一人特別扱いするようになっちゃうんでね、ちょっとなんなら来てないこともあってるのもおかしいなと思っちゃうんですよね、プライベートで言うのも。だからプロなんで僕は猛暑ウーバーで頼んで食べるだけですよ。でまあロケマさんもこうやって寝てますけど、起きたのこいつ天津飯頼んでるんで、食べた後はプレステ2のドカポンを4人で、ね、4人で眠くなるまでやって、それでいろいろ起きたらその後俺カジタックデスハシゴザクですからねすごいスピードですから、ね、もう終わりますよ。すごいスピード全部一日がね、これが俺の誕生日の過ごし方です。だからこれもうモテるがゆえの過ごし方ですね。モテすぎたらこうなっちゃいますマジでそんな一個抜けるんや、慌てないんですよいちいち、そのね女の子と会う予定決めなみたいな、そんな1ミリも考えてない結局そこでしょ大事なんて。食べようか。じゃあこれだ、チャーハンか。これうまそうやうまそうやうまそうや、いただきます。うまそう、仕事終わりのね、うまっ。こんだけスタミナ残ったのがやばくないで一番さしんどかったわけ正直。でも俺ビビった。俺佐々木さんも疲れてさ帰ってさ、相馬さんも疲れてきとったやん。一番俺元気やん。いやいや、なんでなんていうか多分全員疲れとるな。いやなんでなんていうか、まあ、まあしんどいやん。あの時間多分なんかあの場におるのって。まあ確かに確かに。しかもなんかやっぱりいつもゲーム楽しいじゃないですか。ゲーム楽しいけど、うん、やっぱみんな疲れてるから、僕は今日ドカポンしようって言わねえないかどうかヒヤヒヤしてたところ、ドカポンやろってなったから、やっぱそんなに体力あるんだと。びっくりしちゃう。お前暴れ回ってもいいよ俺が普通に。今からでもどこでも行くぞ。いや封印しとかへんかった。お前分かる、女の子呼ぼうかそれお前帰れよお前のカプセルホテル行けよ、快活クラブ行けよ。お前もう行こうかな、それだからすごい恐るべきよ、そのスピースタミナ。今日もらったやつもう早速飾りましたよ。あ、これもらったやつですか。すごっ、かわいいやな。すごくない。いいのがあるよ。よし、ありがとう。いろんな種類のね。すごっ。幸せしかなかったわホスト。本当に来てくれた人全員幸せそうな顔してたもん、みんな笑顔で。あとやっぱね SNS 見たら結構な人が俺の誕生日のためにメッセージ作ってくれたり、画像作ってくれたりとか投稿してくれたりとかして、まあ、全部 見れねえんだけど、やってくれたりとか LINE でも、ね、仲いい人がくれたりとか、本当にね気づいたらたくさんのつながりがこう YouTube を通じてできてたんだなと思って、ありがたいでしかないですね。幸せな誕生日になりました。始まったばっかなんですよ誕生日自体は。でももう幸せです正直。だからもう残りはねプレセツでやってゲームして、うまいもん食って、あとは梶原さんと最高の動画撮って、まあみんなに対してね最高の動画届けると、それが一番だと思ってるんで、まあこのホストのあれもそうですけど、 YouTube のためにやるっていうのが一番強かったんで、もちろんでも撮れ高よりも来てくれた人の満足度優先はちょっとしましたけど、でもまあそれでもなんかすごいいいの撮れたんじゃないかと思うんで、動画はマジで本当に最高の3日間、誕生日で4日間がでしたね。こんなに愛される人になると思わなかったな俺自身がびっくりしたもん。こんなに大丈夫かって
私お客さんの中でも多かった声が、うん、正直その例えば30万円のコースだったとして、うん、人生で、まあ、高いお金ですけど30万って、うん、人生で稼ごうと思ったら、うん、まあ、30万円って、まあ、別に普通に稼げるじゃないですか、うん、はいはいはい、でもこの時間っていつ来るかが分かんない、このホストイベントなんて、うん、もうあるかどうか分からん。そうなんですよ、なるほど、ね、だからそれに30万だったら安いと。うん、まあ、でも確かにそれはすごいやっぱ共感しましたね。押しは押せるときに押せみたいな言葉があるぐらいね、うん、本当にその通りだと思いますね。マジですごい、ほんまに YouTuber すごい。いや俺がすごいんかまあ YouTuber みんなこれやって成立せえへんの、うん、まあ、確かに確かにこの値段帯であの組数無理やろ、そらルームラジオやってもそんなのな分からへんけどね。そこ分かるよね。無理やろ考えろよ、無理やろ。30万とかもすごい金額やん。いやすごい、マジで。しかもこんな集まっとって、いやでもなんかほんまに最近俺の良さが溢れ出とんじゃない。隠そうとしたんやけど、俺も出そうとしたんやけど出そうとしたんやけど、もう滲み出てしまってる。本当に感じてる時の女の子みたいになったんやけど分かるかな。なんかもう耐えようとして耐えようとして我慢してんやけど我慢してんやけど、でももう出ちゃうもん、出ちゃうっていうってぐらい魅力が出ちゃってて漏れちゃってます正直それがもうね、多分ね、もうどん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 こう広がっていくんだろうな。どん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 引き寄せられると。でその5年前とかはまだまだ俺の魅力に気づいてない人多かったけど、ここ最近はねすごい増えていってるなっていう風に感じるんで、正直5年前より何倍も今の方が多分魅力的やからな。俺自身も考え方も変わったし、いろいろ変わったし、これからね年取ったらやっぱ落ちていく人がほとんどだと思うんですよ。身体的にも精神的にもメンタル的にもやっぱ老けていくというか、心が何かにチャレンジしたりとか減っていくと思うんですけど、もうそういうの一切ないんで俺もうずっと欲望野望の塊なんで変わんないです正直。30歳になっても攻め続ける、やりたいことやり続ける、言いたいこと言い続ける、そういうの変わらないんで、自分の中では若返ってるんじゃないかって感覚すらあるぐらいなんで、まあ、見た目に関してはもう一番今が若いからな、ほんま多分かっこいいと思うマジで。でもそうやって更新していけるような1年間を過ごして32歳を1年ね楽しみたいなと思います。本当に皆さん改めてなりますけどもありがとうございました。あーマジでね、皆さんのおかげで僕はめちゃくちゃ幸せです。もう本当にね、僕の人生は光に包まれるような人生じゃないと思ってたんですよ。こう今まで生きてきてね、学生時代過ごしてなんかこう闇の中でずる賢く生きて、それなりになんかこういい人生を送るのかなみたいな妄想してたんですけど、まさかこんなことになるとはね。で今はもう受け入れてるんですよ、運命とか人生っていうのがあるとしたら。もう俺は光として生きていくって決めてて、もちろんねこの光として生きていくっていうことは常に数字を求められたりとか期待されたりとかあるんですけど、もう俺はそれを全て受け入れて、もちろん批判もあるし誹謗中傷とかもあるけど、それら全てを受け入れて生きていくと決めてるんで、一番大事なのはそこかなと思ってるんですよね、自分の人生において。もちろんこうこっからさ結婚とかまあいろいろあるかもしれんけど、でもやっぱ何を優先したいのは結婚よりも光を優先したいなと思ってるんで、僕は僕の人生において、まあ、S さんとかあったらね家族が一番だったりとか、まあ、いろんな優先順位があるんやけど、俺は光なんで、光の人生を一番に考えて今後も生きていくつもりなんで、その上で結婚とかまあいろいろ子供ができたりとか何かしらあると思うんですよね。自分がここまで来れたのも光だったからだと思うし、ここから先出会う人も全て光だったから出会ったと思うし、全部そうだと思うんで、光じゃなかったらこの出会いもなかったし、影響力も持てなかったし、こんだけのビジネスにも関われへんかったし、全て何もなかったんですよね。だから全部光るっていうものがあったから今に繋がってるんで、まあ、それを忘れずに、それが初心なんで僕の今後もね活動を続けていきます。はい、というわけでめちゃくちゃ長い動画だったと思うんですけどね、まあ楽しんでもらえたら嬉しいです。まあ最後グッドボタンとかしてください、チャンネル登録もしてください。俺はまだまだ上に上がる男です。今見れてるあなたはセンスがいい、今見れてない人はまだまだ追いつけてない時代に、俺という時代に追いつけてない。俺はこれからもこの時代を動かしていく人間です。令和変わってもおそらく僕が動かすでしょう。僕はこのインフルエンサーというジャンルかな、まあ、芸能とかエンタメ頂点に行く男です。そんな僕をこれからも愛してください。はい、というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。終わり。クランクアップクランクアップ撤収撤収撤収で OK クランクアップでクランクアップ OKOK、 これ今何時?24時4分か。この時間のデリレ全部ぶつか、いや、やるんかい、うん